彼女が家に来るから会ってくれ。彼女、夫が言う彼女というのが言葉通りの意味だと理解したのは、その後に知らされた驚きの事実によるものだった。え、妊娠。なんと夫は若い女と不倫をして妊娠までさせていたのだ。まあお前は不妊だし、不倫されても仕方ないだろう。信じられない。私は夫に絶対に復讐をすると心に決めた。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは仕事関係だった。お互いが働く会社が取引先同士で、私たちはその担当者同士だった。何度か仕事をしていくうちに彼との距離が縮まっていき、仕事後に飲みに行ったり食事に行くようになった私たち。そしてある日、彼から告白をされて付き合うことになった。それから順調に交際を続けていった私たち。彼とは波長が合うのか、一緒にいてとても落ち着けた。気づけばあっという間に付き合って2年の月日が経っていた。そんな中、やはり意識するのは結婚だ。私は当時32歳で、夫は34歳。晩婚とは言わないが、もっと早くに結婚している人たちだっている。彼も結婚についての話とかをちょくちょく出すようになっていた。そろそろ親が会いたいって言ってるんだよね。そっか。望み的にはどう考えてるの？俺たちのこと。もちろん、このまま真剣にお付き合いを続けていけたらいいなって思ってるよ。お付き合い。俺はさ、望みとは今後もずっと一緒にいたいし、もちろん結婚も真剣に考えてるんだよね。だけど望みは結婚についてどうなのかなって気になって。彼からの踏み込んだ質問に私は一瞬言葉に詰まる。結婚までは考えていないの？彼はそう言って寂しそうな顔をした。そんな彼の顔を見て胸がぎゅっと締め付けられるような思いになる。結婚ももちろん考えてるよ。けど。けど。私はものすごく怖かったが、彼にずっと隠していたというより言えなかったことを言おうと思った。私ね、実は子供が産めない体なの。え？病院で検査してもらったことがあって、それで分かったの。そうだったんだ。だから私と結婚すると、相手の男性は一生子供が望めないことが確定してしまうの。そんなの辛いでしょう。だから結婚はもちろん本気で考えているんだけど、それでもマサトが子供が欲しいと思っていたら、絶対に不幸にさせてしまうと思って。のぞみ、そんなことを思っていたなんて、全く気づけなくてごめん。だけど俺にはそんなこと関係ないよ。え？子供なんていなくても、俺はのぞみと結婚したいと思ってる。夫婦2人でどこまでも仲良く暮らそうじゃないか。マサト。って、まだ夫婦じゃないか。俺ってばもう結婚が決まった気で。ありがとう、マサト。私もマサトと結婚したい。本当。うん。やった。って、ちゃんとプロポーズさせて。わかった。のぞみ。俺はのぞみと一緒にいられるだけで幸せなんだ。だからこれから俺と2人で人生を共に歩んでほしい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私は自分の不妊が原因で結婚はできないと諦めていたから、彼がそうやって関係ないと言ってプロポーズをしてくれて本当に嬉しかった。そして私たちはお互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせを済ませて結婚式を挙げた。義両親に私の不妊について説明するのはとても緊張したが、義両親は理解を示してくれた。そして彼と同様に、子供の有無は関係ないと言ってくれた。
まあ彼には姉が一人いたから、もしかしたらそっちで孫の顔を見られればいいと思っているのかもしれないが、それから私たちは新婚生活を始めた。夫と私は共働きで家事を分担しながら楽しく生活を送っていた。新婚生活はとても幸せで、彼と結婚してよかったと心から思っていた。だがつい最近、夫の態度がなんとなく変わった気がする。以前までは夫は私が好物とかを作ったりすると、とても喜んでいた。だが今は無反応というか、全然テンションが上がらない。そして会話が全く広がらない。夫に話しかけても、ああ、とか、そうだな、とかいうそっけない返事しかしてこないのだ。そんな態度を取られ続けてしまうと、私も正直どうしたらいいかわからなくなる。そのためただただ沈黙が続いて、ものすごく気まずい空気になるのだ。一体どうしたというのだろうか。しばらくこんな日々が続いたので、私は我慢できなくなり夫に聞いてみた。ねえ、どうして最近冷たいの？私と全然会話をしようとしないじゃない。すると夫はめんどくさそうな顔をした。仕事で疲れてるんだよ。それに別にそんなに話すこともないだろう。そんな。夫はそう言って自分の部屋に入ってしまった。何かあるのならちゃんと言ってほしい。こうやって会話ができなかったら夫婦としての絆がどんどん弱まっていくだけだ。私はそんな風にしばらくモヤモヤしていた。そして夫はどんどん帰りが遅くなった。残業が増えて忙しくなっているらしい。だが残業になるかどうかの返事をなかなかくれないので、晩ご飯がいるかどうかわからない。そのためせっかく作っても、夫が食事を済ませてきていることが多く、私は一人で寂しく食事をし、夫のために作った晩ご飯はすべて次の日の私のお弁当になる。まあお弁当が簡単に用意できるのでありがたいが、それでも作った料理を食べてもらえないのは本当に悲しい。それからというもの、私は夫の分のご飯は用意しないようにした。するとある日、夫が早くに帰ってきたことがあった。まさかそんなに早く帰ってくるとは思わず、私は一人で自分の分の晩ご飯を作って食べていた。夫は私を見て険しい顔をした。おい、なんで一人で勝手に食べてるんだよ。久しぶりに聞いた夫の声は、ひどく冷たいものだった。いつもあなた帰りが遅いから。それで先に食べてたってか。たく、俺の分早く出せよ。ごめん、用意してない。はあ、どういうことだよ。だってあなた、ここんところずっと晩ご飯を家で食べてないじゃない。食材がもったいないのよ。家で食べるなら連絡をして、あるいは食事を済ませてくるなら連絡をして。なんで俺がそんな面倒なことをわざわざしないといけないんだよ。それが夫婦でのマナーってものでしょ。私は横柄な態度をとる夫にだんだんと腹が立っていった。だから私も負けじと毅然とした態度で対抗した。何にも連絡しないくせに晩ご飯がないからって切れるっておかしいわよ。し、気の強い女だな。もういい。夫はそう言って家を後にした。どうしてこんな風になってしまったのだろうか。私は夫がいなくなってから一人、とてつもなく寂しくなった。ただ一緒に住んでいるだけの間柄。そういう表現が正しいような気がする。気づけばここ数ヶ月、夜の営みだってしていない。私はもう女性として見られていないのだろうか。夫の態度がこんなにも変わってしまった原因は何なのだろうか。私は訳がわからなかった。だがつい最近、やっと夫の態度が冷たいことに対する原因のようなものがわかったような気がする。それは
たまたま義母が家にやってきたことがきっかけだった。私が仕事後に晩ご飯を用意していると、義母から電話がかかってきた。何か急用かと思って電話に出ると、旅行に行ってきた帰りにお土産を渡せたら渡したいということだった。もし忙しかったらまたの機会にすると言っていたが、それはさすがに手間をかけさせてしまうと思い、私は義母を家に招き入れることにした。今来ても問題ないことを伝えると、義母はすぐに来てくれた。お久しぶりです、お母さん。いきなり来てごめんね。いえいえ、大丈夫ですよ。あら、マサトはまだ帰ってきてないの？最近は残業が多いみたいで。そうなのね。今、お茶を入れますね。あら、申し訳ないわね。いいんですよ。なんだかんだ義実家に行く機会も減ってしまい、というか夫との関係が悪かったので帰省する話も出なかったから、義母と会うのも数ヶ月ぶりだった。のぞみさん元気にしてた？はい。お母さんはどうですか？体調などお変わりありませんか？ええ、元気よ。旅行に行ってたくらいなんだから。そっか、そうですよね。私もゆっくり旅行に行きたいです。あら、あまり夫婦で出かけていないの？あ、はい。そんなに仕事が忙しいのね。でもこの前マサトが家に来た時はそんなに疲れてなさそうだったけど。え、マサトさんがご実家に行ってたんですか？ええ、ユカが妊娠したからそのお祝いをしに。お姉さんが妊娠？え、もしかしてのぞみさん、マサトから聞いてないの？聞いてないです。そうだったのね。マサトがこの前、のぞみさんは仕事が忙しいから実家に来れないって言ってたから、すでに伝えてるのかと思ってたわ。いえ。もしかしたら、のぞみさんのことを気遣って言わなかったのかもしれないわね。そうでしょうか。え。普通なら確かに不妊の妻を気遣って、黙っていたという解釈をするだろう。だがここ最近の夫の言動や態度を考えると、そういうことではない気がする。私は正直に義母に私と夫の現状を話した。まあ、そんな状況だったのね。義母は話を聞いて険しい顔をしていた。マサトったら、全然のぞみさんのことを大事にしていないじゃない。そう、そうですね。確かに義母の言う通りだ。プロポーズの時に言っていた言葉は一体何だったのか。そう思い、気分が重くなっていると、夫から電話がかかってきた。そんなこと久しくなかったので、私はびっくりした。義母にも電話を聞いてもらおうと思い、私はスピーカー状態にした。もしもし、どうしたの？今家にいるか？いきなりぶっきらぼうにそう聞いてきた夫。その態度だけでも、義母は眉間にしわを寄せていた。ええ、いるわよ。私がそう答えると、夫はこんなことを言ってきた。彼女が家に来るから会ってくれ。彼女。私は意味がわからなかった。義母も私と同じく意味を理解しておらず、目を丸くしている。とにかくもう着くというので、私は家で待つことに。なんとなく嫌な気がしたので、義母には一旦隣の部屋で待機してもらうことにした。なんだか、夫がとんでもない話をしてくる予感がしたのだ。そして夫はすぐに家に帰ってきた。横にはとても若い女性が立っていた。そちらは？だから彼女だよ。え、夫が言う彼女というのが言葉通りの意味だと理解したのは、その後に知らされた驚きの事実によるものだった。俺の子を妊娠したんだ。え、妊娠？ああ、だから俺と別れてくれ。
この子と再婚して子供と3人で幸せに暮らすんだ。なんと夫は若い女と不倫をして妊娠までさせていたのだ。ちょっと、いきなり何を言ってるの？あなた、その若い女の子と不倫をして妊娠をさせたの？そうだよ。だから責任を取って彼女と再婚するんだ。それにやっぱりさ、自分の子供ができるって嬉しいじゃん。え？姉ちゃんが妊娠したって聞いた時にさ、すっごく羨ましく思ったんだよね。なんで俺は子供が持てないんだよって。そしたら、お前との結婚生活が途端に嫌になってさ。それで不倫をしたってこと？まあ、お前は不妊だし、不倫されても仕方ないだろ。信じられない。夫は悪びれる様子もなくそう言った。私とは子供ができないことを承知で結婚したはずなのに。こんな裏切り許せない。私は夫に絶対に復讐をすると心に決めた。まあ、お前もしばらく結婚という経験ができて満足だろ。これからはまた独り身としてつつましく暮らせよ。夫は私をあざけ笑うかのようにそう言った。すると隣の部屋のドアが開き、怒りの表情をした義母がこちらにやってきた。マサト、あんたなんてことを言ってるんだい。え、母さん、どうしてここに？そんなことはどうだっていいんだよ。それよりも、のぞみさんに言った言葉を全部謝りなさい。あんたが言ったことは人として最低のことだよ。こんな子に育ってしまって私は恥ずかしいよ。母さん、待ってくれ。俺はその、本気であんなことを言ったわけじゃ。うるさいよ。あんたは私がいないと思ってのぞみさんにあんなことを言っていたんだから、全部さっきのがあんたの本心なんでしょう。のぞみさんという素晴らしい嫁がいながら不倫をして、子供を妊娠させるなんて呆れるよ。ちょっと母さん落ち着いてくれよ。逆に孫の顔が見られるんだぞ。母さんと父さんにとっても嬉しいことだろう。は、何を言ってるんだい。不貞をしたという事実が、それで肯定されると思ってるのかい？ふざけんじゃないよ。私もお父さんもそんなこと望んでないんだよ。あなたに真っ当に生きてもらった上で、幸せになってほしいんだよ。子供が間違ったことをしているのに、孫が見れるから嬉しいなんてことあるか。あんたは今回のことで、どれだけのぞみさんを傷つけたのかわかってるのかい？一生反省するべきことだよ。まずはさっさとのぞみさんに手をついて謝りなさい。義母が鬼の形相で怒ったので、夫は言われるがままに土下座をして私に謝ってきた。夫が連れてきた女性は完全に義母にビビっていて、立ったまま固まっていた。私は義母に後押しされて、夫の前に立った。私は絶対にあなたのこと許さないから。離婚はするし、あなたが再婚したって気にしない。けど、慰謝料はきっちりもらうからね。私のこと裏切ったんだから、それなりの覚悟はできてるんだろうね。私の発言に夫は顔を真っ青にさせていた。私はすぐに荷物をまとめ始めた。義母は私に謝罪をした後、夫に対して、このことはお父さんにも報告するからね、と言って家を後にした。夫は膝から崩れ落ち、不倫相手は依然として固まっていた。そんな二人を横目に私は荷物を持って家を後にした。その後、私は弁護士を通して夫と離婚をし、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。だがここで衝撃の事実が判明した。なんと不倫相手の妊娠というのは嘘だったらしい。夫は大企業に勤めていて稼ぎが良かったから、夫をターゲットにし、さらには奥さん、つまり私が不妊で辛いと話していたのを聞いて、妊娠したといえばすぐに自分に乗り換えてくると思ったようだ。これは夫にとってかなりの大誤算だった。
夫は今回の不倫がきっかけで上司から大目玉を食らい出世の道が断たれた。まあ夫が働く会社の社長は女性で、旦那さんの不倫が理由で離婚したシングルマザーだから、自分の会社の社員が不倫をしていたなんて知ったら相当やばいだろう。クビにならずに出世の道が断たれただけで済んだことを感謝するべきだろう。そして出世できないことが分かって、不倫相手は妊娠が嘘だったことを自白して夫から逃げたらしい。結局夫のステータスに惹かれていただけのしょうもない女だったというわけだ。慰謝料はすでに支払ってもらってるし、私にとってはもうどうでもいい存在だ。夫は今回のことで給与が下がり、義両親や義姉からも縁を切られ、肩身の狭い思いをしながら働いて慰謝料を支払うという悲しい日々を送っているようだ。まだまだ制裁は足りないとも思うが、もうあんな男のことは忘れてしまう方がいいだろう。私は会社近くの単身マンションを借りて、現在は一人で快適に過ごしている。結婚生活には失敗してしまったが、結婚だけが女性の幸せではないことも感覚として得ることができた。だから私はあまり固定観念にとらわれずに、これからの人生を自由に生きてみようと思う。とりあえず今は仕事に集中し、恋愛はゆっくり緩やかに進めていくつもりだ。それじゃあババアの世話はよろしくな。信じられない。こんなことをして許されると思っているのだろうか。後悔するよ。はあ、後悔なんてするわけないだろう。ばあちゃん子だったお前も世話をすることができて幸せになり、俺もこの家が手に入って幸せになる。まさにウィンウィンの関係じゃないか。そう、勝手にそう思っていればいいわ。私は祖母と結託して兄夫婦を地獄に落とすことに決めた。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫のアキラとは結婚して2年が経つ。私たちはとても相性が良くて、喧嘩なんてすることもなくずっと幸せな日々を過ごしている。私は小さい頃に母を亡くし、父と兄と祖母と一緒に住んでいた。一生懸命仕事をして私たちを養うためのお金を稼いでいた父に代わって、私と兄の世話をしてきたのは祖母だった。祖母はいつも柔らかい笑顔で私たちに接してくれていた。そんな祖母のことが私は大好きだった。のぞみ、人のためにしたことはいずれ自分の元に帰ってくるからね。できる限り人には優しくするんだよ。祖母は私が小さい頃によくそうやって言い聞かせてきた。私は祖母からそうやって何度も言われていたので、人に優しくすることをとても大事に感じ、自分ができる限り人に優しくするようにした。そしてそのおかげで夫とも結婚することができたのだ。私と夫の出会いは少し変わっている。私はその日休みだったので午前中から街中をブラブラと回っていた。そして昼過ぎに帰ろうと思い、駅の中を歩いていた。すると、改札近くでおろおろしているスーツ姿の男性を発見した。私はなんとなくその人が気になり、声をかけた。あの、どうされたんですか？財布を落としてしまって。それは困りましたね。一緒に探しましょうか。ありがとうございます。でももう電車に乗って取引先に行かないと間に合わなくて、会社に戻って職場の人にお金を借りる時間もないんです。どうやら3分後に来る電車に乗らないと先方との商談の時間に間に合わなくなるらしい。私はすぐに財布から1000円を取り出した。これですぐに切符を買って行ってください。でも、見ず知らずの人にそんなご迷惑は。気にしないでください。
あなたとあなたが働く会社のためです。ありがとうございます。彼は泣きそうになりながら私から1000円を受け取り、切符を購入して電車に乗っていった。もちろんそこで連絡先などを交換している暇はなかったので、私はただただ知らない人に親切をしただけという感じだった。だが運命というものはあるのか、それから1ヶ月後に私は彼と再会をしたのだ。それは就活生に向けた合同説明会の時のこと。私はたまたま説明会の担当の一人として選ばれた。そして説明会の会場について準備をしていると、いきなり声をかけられたのだ。あの、もしかして駅で僕を助けてくれた方ですか？え。私は彼の顔を見て、あ、と言った。いや。やっぱり。その説は、どうもありがとうございました。おかげで商談に間に合い、無事に契約を取ることができました。それは良かったです。おめでとうございます。あ、そうだ、1000円をお返ししますね。彼はなんと、隣のブースで説明会に参加していた会社の担当者だったようで、私たちは偶然再会したのだ。この時のことをきっかけに、私たちは連絡先を交換した。彼からお礼がしたいと言われたからだ。それから何度か食事に行き、デートにも行くようにもなり、交際がスタート。そしてあっという間に結婚にまで至ったのだ。祖母からの教えが身についていたから、私はとっさに体が動いて彼を助け、それが結婚にまでつながったというわけだ。だから祖母にはすごく感謝しているし、祖母の生き方や考え方を私は尊敬している。私は大人になってからも祖母のもとを訪ねて、顔を見せに行っていた。悲しいことに、父は私と兄の生活を守るために身を粉にして働きすぎて、60代のうちに早くに体調を崩して亡くなってしまった。だから現在、実家には祖母が一人で住んでいる状態だ。私は夫と一緒に定期的に実家に帰り、祖母の様子を見に行っているのだ。夫も祖母のことがとても好きなようで、いつも楽しそうに話していた。私たちは祖母とそんな風に良好な関係を築けていた。だが一方で、兄の正人は祖母、いや私を含めた家族とあまりうまくいっていなかった。それは兄のわがままな性格が災いしていた。兄は昔から自分さえ良ければいいという性格をしていた。だから、自分がいかに得をするにはどうすればいいか、というのが真っ先に来るような言動をする。そして無理やりにでも、人から何かを奪うことも厭わないような人だった。小さい頃の些細な話だと、祖母が作ってくれた唐揚げとかを、私から無理やり奪ったりしていた。小学生や中学生の頃には、よく同級生の子のゲームとかを奪い取って持ち帰ってきて、その子の親が怒鳴り込んでくるなんてこともあった。その度に祖母が謝っていて、私は祖母がかわいそうだと思ったものだ。そして、そうやって祖母に迷惑をかける兄のことが嫌いだった。だが祖母は、そんな兄に対しても優しく接していた。男の子だからね。少しはやんちゃをするだろう。まあ、もちろんやってはいけないことは叱るよ。だけど、あの子もきっとちゃんと話せばわかる子だろうからね。祖母がそうやって兄にも優しくしているのを見て、私はすごいなと思った。小さい頃には私には兄を許す度量はなかったが、少しずつでもいいから祖母のようになりたいと思った。だが兄はそれからも祖母の優しさを分かっていないのか、何度も祖母や父を困らせてきた。中学校になるとカンニングだったり万引きをするようになり、先生に何度も怒られていたし、夜遅くまでたむろして警察のお世話になることもあった。夜の時は父が迎えに行ったが、日中は祖母が行っていた。そうやって祖母と父を困らせながらも、
兄は全く反省する様子はない。高校生になると学校をサボってゲームセンターに入り浸るようになり、遅刻や欠席が多すぎて留年。下級生と一緒に授業なんて受けられないと言ってとうとう自主退学してしまった。私はそんな兄のことをやっぱり許せなかった。高校の入学金だって学費だって父が働いて稼いだお金で出してもらったものだ。それなのにそういうことへの感謝が一切なくて、すべてが自分中心だ。祖母が優しい言葉で諭そうとしても、右耳から左耳へ通り抜けていく。高校を中退した兄は、その後バイトをするも辞めて、いろんなバイトを転々としていた。そして祖母や父からよく金をたかっていた。ばあちゃん、金くれよ。俺は本来なら高校生なんだから、小遣いくれてもいいだろう。はあ、仕方ないわね。祖母はそう言ってお金を渡していたのだが、兄はすぐに使い果たし、今度は父にお金をたかる。父は仕事で忙しくて、なかなか子育てに時間を避けられなかったことを後悔しているようで、兄にその点を責められると申し訳なさそうにしてお金を渡していた。私はそんな祖母と父を見ているのは辛くて仕方なかった。だから私は兄に対して文句を言ったことがある。いい加減にしなよ。お兄ちゃん中心に世界が回ってるわけじゃないんだよ。高校にも行かない。バイトも続かない。親に金をたかる。そんなことを繰り返して恥ずかしいと思わないの？私は自分の兄がお兄ちゃんで恥ずかしいよ。私がそう言うと、兄はものすごく顔を赤くして怒ってきた。はあ、お前、妹のくせに生意気なんだよ。お前だって親に金をたかっているじゃんか。私はまだ中学生だし働けないからお小遣いをもらってるだけでしょ。たかるのとは違うよ。一緒だろ。お前にバカにされるとかムカつく。じゃあ働いて自立してみればいいじゃない。どうせできないんだろうけど。私がそうやって挑発すると、兄はその挑発に乗ってきた。やってやろうじゃねえか。俺は本当は一人でも暮らせるんだよ。そう言って兄はバイトを探し、そしてフルタイムで働き始めた。1ヶ月後、家賃の安いアパートの契約を決めて本当に引っ越した。まさか、そこまでやれるとは思っていなかったので私は驚いた。どうやら、妹にバカにされることが本当に嫌だったらしい。そのプライドの高さでそうやって頑張れるのなら、もっと早くに本気を出して欲しかったものだ。そうすれば、父や祖母に必要以上に迷惑をかけずに済んだのに。それから兄は一切実家に戻ってこなかった。私からしたらそれはありがたいことだ。兄と一緒に住んでいた時は、兄はわがままだったので嫌な思いをいろいろさせられた。兄がいなくなってからはとても平和だった。私は勉強に集中することができ、高校受験も大学受験も頑張ることができた。そしてどちらも志望校に合格し、楽しい学生生活を送ることができた。私は大学まで通わせてくれた父に恩返しがしたくて、就活を頑張った。就活に集中するために授業も真面目に受けて、4年生に上がる頃に単位も取り終えていた。そのおかげで、有名企業に就職することができたのだ。それからは、私は必死になって働いて稼いだ。そして祖母と父に美味しいご飯をご馳走したり、温泉旅行に連れて行ったりした。なんだか申し訳ないな。のぞみが自分のために使った方がいいんじゃないの？心優しい二人はそのように言ってきた。いいの、私はおばあちゃんとお父さんのためにお金を使いたいんだもの。親孝行をさせて。私がそう言うと、二人とも とても嬉しそうにしていた。それから私は社会人として一生懸命に働き、一人暮らしも始めた。
そして20代後半で夫と出会い、交際をして結婚に至ったのだ。ちなみに兄とはそれからもずっと連絡は取っておらず、結婚をするときに連絡を試みたが、私の電話は出てもらえなかった。父が代わりに私の結婚の連絡をしてくれたのだが、忙しいからという理由で式は欠席された。未だに兄は私との喧嘩のことを根に持っているのだろうか。だとしたら相当器が小さいと思う。まあ、私も結婚式を荒らされずに済んだからよかったのかもしれない。だがその後、まさか私は兄にあんな風に悩まされるとは思わなかった。私と夫が結婚してから気づけば3年が経った。父が亡くなってからは1年だ。私たち夫婦の仲は相変わらず良くて、祖母の家にも定期的に通っていた。だがそんな中、いきなり兄が祖母の家にやってきたのだ。私はその話を祖母から聞いて驚いた。しかも兄は結婚していたらしい。私はその話を聞いてさらにびっくりした。しかも2年前に結婚をしていたらしい。父が死ぬ前に結婚をしていたらしく、父と祖母は報告だけは受けていたそうだ。マサトとのぞみは仲が悪かっただろう。それにマサトから、のぞみには伝えないでくれって言われてたの。え、どうして？自分はのぞみの結婚式に行ってないから、それなのに結婚の報告をして祝ってもらうのは違うって。なんか変な理屈ね。まあ、あの子は変に意地を張るところがあるからね。それでお兄ちゃんと奥さんは何をしに来たの？ああ、それが私の介護をするから同居しようって。え、同居。そうなんだよ。急な話だし、別に今は一人でも大丈夫だって言ってるんだけど、結構ぐいぐい同居を進めてきたんだ。そうなんだ。私は少し不安になった。あの兄が介護だなんて大変なことを自らするというだろうか。同居だなんてことを提案するだろうか。私は何か裏があるんじゃないかと思った。おばあちゃん、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないよ。え？お兄ちゃんのことだもの、何か企みがあるのかも。そんな。祖母はあくまで兄のことを信じたいという様子だった。だが私はやっぱり兄のことは信用ならなかった。そしてそれから1週間も経たないうちに、まさかの出来事が起きた。え、お兄ちゃんたちが無理やり引っ越してきた。ええ。なんだか大きな荷物を持ってきて、勝手に部屋に運んでしまったんだよ。やっぱり、そうやって強引に何でも進めるのは、お兄ちゃんが何にも変わってない証拠だわ。私はすぐに祖母の家に向かった。そこで兄と久しぶりに対面し、兄嫁とは初めて会った。ちょっとお兄ちゃん。なんで勝手に荷物をおばあちゃんの家に運んでるのよ。なんだよ、のぞみか。俺はばあちゃんの介護をするって言ってここに来たんだ。文句はないだろ。文句しかないよ。おばあちゃんは許可してないんだよ。それなのに勝手に来るなんてありえないよ。私がそうやって怒ると、兄嫁がめんどくさそうな顔をした。これがマサトの言ってたうざい妹。本当にうざいね。何なんだこの嫁は。私は一瞬にして兄嫁のことが嫌いになった。とにかく、おばあちゃんが納得していないのに、勝手に住むなんてことはしないでよ。ばあちゃんは俺たちを受け入れたんだ。じゃなかったら、引っ越しを完了させる前に追い出してるはずだからな。兄夫婦は勝手にいいように解釈をしていた。祖母が心優しいことを利用してつけ込んでいるのだ。そして結局無理やり兄夫婦は祖母の家に住むようになった。早急にこの問題に取り組まないと。そう思っていたところ、さらに驚きの出来事が起きた。え、おばあちゃん、どうしたの？ある日、
いきなり祖母が私と夫の家にやってきた。しかも大きな荷物を持っているのだ。それが、マサトたちに追い出されてしまって。はあ。祖母は顔を青くした状態で家の前に立っていたので、私はすぐに家の中に入れた。一体どういうこと？マサトたちは家にやってきた時から、私をこき使ったりしてきてね。でも私ももう年だからなかなか素早く動けなくて。そしたらマサトたちに怒られて、そんな使えない家政婦はいらないって言われて追い出されちゃったんだ。ひどすぎるわ。私は怒りでいっぱいになった。そして翌日、私たちの家に着払いで何か荷物が届いた。それは祖母の荷物だった。さらにその数時間後にも荷物が届いたのだが、それも祖母の私物だった。なんと兄夫婦は、着払いでどんどん祖母の荷物を送ってきていたのだ。完全に祖母を追い出して、あの家を自分のものにしようとしているようだ。私はすぐに兄に電話をかけた。ちょっとお兄ちゃん。おばあちゃんを追い出してどういうつもり？この家は俺たち夫婦二人で住むことにしたんだ。どうせいずれは長男の俺のものになるんだから、今もらったって変わんねえだろ。それじゃあ、ババアの世話はよろしくな。信じられない。こんなことをして許されると思っているのだろうか。私は兄に対してこの上ないほどの怒りを感じた。後悔するよ。はあ、後悔なんてするわけないだろう。ばあちゃん子だったお前も、世話をすることができて幸せになり、俺もこの家が手に入って幸せになる。まさにウィンウィンの関係じゃないか。そう。勝手にそう思っていればいいわ。負け惜しみか。俺がこの家をもらうのが悔しいんだろう。ま、あげないけどな。ババアの世話で苦労してろや。そう言って電話を切った兄。おばあちゃん、やっぱりどうやっても優しさを裏切ってくる人もいるんだよ。そうね。世の中綺麗事だけではどうにもならないこともあるわね。私の言葉に祖母も賛同した。私は祖母と結託して兄夫婦を地獄に落とすことに決めた。それから一ヶ月後、兄から電話がかかってきた。私が無視してもしばらくなり続けるので、仕方なく電話に出た。もしもし。おい、どういうことだよ。なんで水道も電気もガスも使えないんだよ。ばあちゃんとも連絡がつかないし、しかもお前たちどこにいるんだよ。矢継ぎ早に質問してくる兄。それはお兄ちゃんたちに突撃されないようにするためよ。私たちの身の安全を守らないと。ふざけんなよ。とにかくばあちゃんを家に戻してくれ。どうして？だってばあちゃんが水道とかを止めてるんだろ。ばあちゃんがいないと再会できないじゃないか。トイレは近くのコンビニやスーパーに行かないといけないし、冷蔵庫も風呂も電子レンジも何も使えないんだよ。こんな拷問耐えられないよ。自業自得よ。今までどれだけおばあちゃんがお兄ちゃんのためを思っていろいろと手助けしてきたか。それを理解せずに何でも当たり前だと思ってたでしょ。その罰が当たったのよ。そんな。ばあちゃんは心優しいから、孫である俺を苦しませるようなことはしないはずだ。頼むからばあちゃんと話をさせてくれ。兄がそう言ってきたので、私は祖母に電話を代わった。だが祖母はもう兄のことを諦めていた。マサト、単刀直入に言うよ。私はもうあんたのことは大事にしないよ。たとえ血のつながった孫だとしても、私はあんたの手助けはしない。それが結局、私からあんたにできる一番の優しさだと気づいたからね。どういうことだよ。甘やかさないことも、優しさの一つってことさ。もうこれ以上、私はあんたには関わらないから自分たちだけで何とか生きなさい。ああ、そうそう。
マサトが一人暮らしを始めてから数年ほど経った頃、私があんたの作った借金を肩代わりしてあげたことがあっただろう。あのことがあるから、私はあんたを遺産の相続者から排除したからね。遺産を頼ろうだなんて思うんじゃないよ。そんな。兄はどうやら遺産を頼っていたらしい。電話口でもかなりショックを受けているのがわかる。お兄ちゃん、そういうことだから。私たちは縁を切るから、あとは自分たちで何とかして。その家もおばあちゃんは売りに出したから、今すぐ出ていかないと警察に捕まるからね。え？驚く兄の声を聞きながら私は電話を切った。これで兄夫婦は絶望を味わうことになるだろう。その後、兄夫婦は仕方なくボロアパートに引っ越したらしい。しかも祖母の家に転がり込んだ時からすでに借金があったらしく、現在は貧しい生活をしながら借金返済の日々を過ごしているそうだ。やっぱりとんでもない爆弾を抱えていたから、無理やり祖母から家を奪おうとしたのだろう。だがそう簡単に物事は進まない。兄夫婦にはそのことをちゃんと実感して反省してほしいものだ。一方、私は夫と祖母と新しい部屋での生活を始めた。バリアフリーのこのマンションは、祖母もとても暮らしやすくて、みんな毎日快適に過ごしている。これからも私は夫と祖母を大事にしながら、仕事も頑張って幸せな日々を過ごしていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。